みんなのおかげだよ。 みんなのおかげだよ。
開始だ。くらえ。
開。なんとかなったね。
開始だ。
石だ。
エリカってば、私が目を離した隙にまた無茶を。あ、エリカ大丈夫なの？うん、大丈夫。頭痛、すっかり良くなってる。エリカってば、お医者さんに無理を言ってすごく強い処方をしてもらったんだよ。難しい言葉はよくわからなかったけど、一時的に症状が軽くなる代わりに、いつぶり返しが来るかわからないって。失神させてまで治療を受けさせたのはあんたでしょ。お望み通りバッチリ治療を受けたんだから文句言わないの？でも、お兄ちゃんを助けるためだもん。今動けなきゃ意味がないの。エリカ、あ、ピーター・ビットがアルカディモンを捕捉したんだね。教えて、場所はどこ？ワームも行ったら、エリカはそこに行くんでしょ？そのためにビットを作ったんだよ。ダメ、エリカは病院にいて。千歳もまだ動けないし、私と彼が二人でアルカディモンを倒すから。あんたじゃ戦えないし、ビットを扱いきれない。できるもん、私だってハッカーだもん。ワームも、エリカのバカ。エリカに何かあったら私泣いちゃうからね。私エリカの記憶を見て知ってるんだからね。家族を亡くすのってすごく悲しいんでしょ。だから私もきっと。ワームも、それなら私がお兄ちゃんを助けに行きたい気持ちもわかるでしょ。ワームも、私がお兄ちゃんにしてあげられることはもうこれしかないの。知ってるよ、お医者さんから聞いたから。だから強めの処方をしてもらえたんだもんね。ワームも、はあ、いいよ、それなら別の手を探すから。一緒に来てくれる？お台場連絡橋だよ。エリカのバカ！
何でもできる気がする行こう。今度こそお兄ちゃんをフーディーを取り戻すの。この木を逃さない。